俺は高校生探偵高橋和也。幼馴染で幼稚園の先生の田中優衣と遊園地の遊びに行って気持ち悪い男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされた。目が覚めたら体が縮んでしまっていた。高橋火星が生きているとやつらにバレたらまた命を狙われ周りの人間にも被害が及ぶ。清水博士の助言で正体を隠すことにした俺は結衣に名前を聞かれてとっさに天地花火と名乗り、やつらの情報をつかむためにスカトくるぶし幼稚園に転がり込んだ。小さくなっても頭脳は同じ迷宮なしの名探偵くるぶしはいつもダーツ。